フライ級10回戦を行います。赤コーナー16戦15勝9 KO 勝ち1敗112パウンド井岡所属、元日本ライトフライ級チャンピオン、元 WBC、WBA 世界ミニマム級統一チャンピオン、元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン、IBF 世界フライ級10位、WBC 世界フライ級8位、WBA 世界フライ級3位、井岡110パウンド4分の1ベネズエラ、元 WBA 世界フライ級暫定チャンピオン、ジャン・ピエロ。ジャッジ北村信行、同じく近藤健二、同じく野田正宏、レフェリー川上淳。
Round three.
セカンドアウト、ラウンド4。
5ラウンド2分9秒ノックアウトにより勝者ヒロタ。ラブトそれではインタビューを行います。4年連続の大満足の勝利、4年連続で勝利を挙げました井岡一翔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この試合は KO で倒すという宣言がありました。その言葉通りになりました。改めて今日の一戦どう振り返りますか？そうですね、やっぱり大満足は4年連続やらせてもらえるということですごい感謝していますし、やっぱりここ何戦かは判定ついてたんで、まあ、いつも応援来てくださっている皆さんに KO を見せたかったので、まあ、KO 戦を出てよかったと思います。今年は初黒星もありました。井岡一翔選手にとって2014年どんな一年でしたか？まあ、本当にいい年ではなかったりする結果として、まあ、でも自分自身成長させてもらった年だと思うんで、まあ、2015年に向けてこれからの年に向けてこの年はもう最こういう年は最高にしたいと思います。最高の締めくくりが終わりました2014年。ファンの皆さんも2015年が大いに楽しみになっていると思います。2015年に向けて井岡一翔選手のボクシング、皆さんに一つの目標をお願いします。そうですね、この先の試合のゴングで僕の2015年はスタートしました。2015年は世界チャンピオンになりたいと強く思ってます。なので絶対必ずなります。その本気で志して夢を追いかければ、挑戦すれば必ず叶うっていうのをまた皆さんにお見せしたいと思います。今年ももうあと少しですが、皆さん2010年も応援ありがとうございました。2015年まだまだこれでは終わらないんで、もっともっと成長していく姿を皆さんにお見せしますんで、また皆さん2015年も応援よろしくお願いします。本日ありがとうございました。5ラウンド2分9秒5ラウンド2分9秒 KO により井岡一翔選手の勝利でございます。